じゃん教授いつものようななんか一緒打ち合わせしたかのような感じやったね、はい、気合ってますね、息ぴったりなんですよ、そう今日それでだいぶ慣れたね、もう今日はそうなんですよ、皆さんなんとアウディ松山インター店にちょっと今日はねお邪魔させてもらおうかなと、日頃からこう愛媛 FC の方大変サポートしていただいていて、僕らもね、ピッチの上で活躍できるように大きくねこうサポートもらってるんですけど、今日はなんとちょっとねお店の方にお伺いして、いろんな車をねちょっと見ながら、ちょっとある車にもね試乗させてもらいたいなということで、今日はアウディさんの方にやってきたわけですよ、教授イエイ、よっ楽しみよ、もうなんかもうスキップしたい気分な、もうそういうルンルンっていう、愛媛 FC の YouTube チャンネルということで、愛媛 FC の人気企画、人気企画なのね、はい、選手車買う、選手車買うよ、教授くん、教授もちょっと検討してる車があるらしいですよ、マジで検討してるんで、でももう森脇亮太もちょっと、はい、いいなと思ったら持ってきましたね、カードカード持ってきました、カード持ってきました、印鑑印鑑はすぐ家近いんで取り替えれるんで、取り替えてね、行きたいなと、はい、ちなみに教授なんか興味ある車は、これは Q3 のスポーツバッグ、おーいいね、なんかちょっと大きい感じだね、はい、SUV の僕の方は RS e トロン GT、 そう教授よく知ってるね、早速ちょっといろんなことを聞いていきましょう、はい、はい、じゃあ今日、はい、アウディさんから、なるほど、担当していただく、はい、月岡さんです、月岡さん、すいません、なんかもう変な格好で来ちゃって申し訳ないです、本当にお会いできて、こういやいや、もうありがとうございます、今日はちょっと長い時間になると思うんですけど、はい、よろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございます、それでは早速、はい、行きますか、行ってみましょう、レッツアウディー、はい、ありがとうございます、はい、あーなんかこの空間もいい匂いがするぞ、教授なんだこれは、すごい、なんかね香りがいいんだね、教授、このやっぱ高級店は違いますね、喋らんねもう早速、森脇さん、今日リクエストしてる車はあるんですよ、実物まだ見たことないんで、おどんな感じかがね、教授わかる、見たことある、なんとなくわかるんですけど、さっきちらって見えて、うん、マジ怖いやん、帰ろう怖いな、いやなんかマジでやばいやん、マジで、うん、行ってみますか、早速か、早速じゃあマジでいいですか、はい、ちょっと案内させてもらってもいいですか、はい、よろしくお願いします、でも森くんに似合う車やったな、はい、ほんまに、はい、すごいね、すごい、いろいろあるんやね、はい、マスクちょっと一瞬外していいですか、こんな顔します、僕ちょっと待って、やばい、これはやばい、むっちゃかっこいいやばい、すみません、これやばいっすね、いいでしょう、めっちゃかっこいい、僕、はい、このクーペっぽいって、なんていうの、後ろがこのクーペっぽいって言うんですか、なんていうの、このタイプめちゃくちゃ好きなんで、ありがとうございます、ぴったりな、はい、これはちょっとこの靴じゃ教授入れないです、なんか革靴かなんかじゃないと、確かにこれはすごいな、シルエットといい、もう雰囲気が、オーラが違うね、もうサッカー界で言ったら教授、はい、キングカズなんですよこれ、ほんまに入った時の圧倒的なオーラ、こちらは電気自動車、イートロンって電気自動車、そうなんです、アウディのことを、アウディの電気自動車のことをイートロンと呼んでいます、はい、なるほど、こちらが充電スポットになるんですが、なるほど、はい、こちらを押すと、ここに差し込みできます、はい、で充電するような形になります、これで何時間ぐらい充電
ですね、例えば、まあ、家庭用で大体約11時間ぐらいで満充電。例えばうちに急速充電器があるんですが、はい、そちらで大体2時間弱ぐらいです。それで大体走行は、走行がカタログで500キロ以上、500キロも、はい、手紙で534キロっていう表示なんですが、まあ、若干落ちることも考えても。なるほど、はい、すごいね、地球に優しい、そうですね、って感じですね、はい、こんだけいかついのに地球に優しい、すごいよね、かっこいいな。で、一つ特徴としまして、はい、これ電気自動車なので通常のエンジン車って、はい、エンジンを冷やすためにこちらが穴が開いてるんですよ、はい、でそれを開ける必要がないので、なるほど、より自由度の高いデザインっていうのが、できるようになります、はいはい、なのでちょっとこの辺りですね、すごくこう触っていただけたら、触ってもいいですか、大丈夫です、大丈夫です、あ、すいません、ちょっと赤がいっぱい、はい、もうちょっと宝石みたいな感じの装飾なんですね、すごい、ここもまた高級感がね、はい、全然違いますし、うんうんうん、あとそのデザインももちろん力を入れてるんですが、電気自動車ということで、うん、なるべく走れる距離を伸ばす必要があるんですね、なるほど、はい、なので、うん、空力といって空気抵抗を少なくするという考え方で、はい、例えばですね、こちら見ていただくと、はい、そうなんです、穴が開いてるんです、本当や、で走った時にここから風が抜けて、はい、ここを通ってこちらにも穴が開いてます、なるほど、本当や、すげえ、そうなんですよ、でここ空気が通ることによって、うん、走行性能が上がる、はい、あるので、そういったところもこちらのイートの TT の特徴なるほどね、はい、もう買いでしょ、これは買いたいですよ、買いたい買いじゃない、まだ買いたい、もうすごいな、そうですね、あとオプションにはなるんですが、はい、カーボンパッケージっていうものがあります、はい、ここちょっと素材が違うんですよね、思いました、そうなんです、うん、はい、ルーフもカーボンが確かに、結構いい、高級感もありますし、おしゃれですし、はい、かつ軽量化、あ、はい、そういった側面もあります、なるほど、そういったところも後続間の距離っていうんですけど、うん、それを伸ばす G になっている形ですね、そのだけでも全然変わってくるんですね、そうですね、はい、このあたりすごく考えられて緻密に作られておりますので、いや、すごい、軽くて丈夫なってことですね、すごいな、僕もちなみに、はい、全然話は脱線しちゃうんですけど、はい、僕使ってるレガースって分かりますか、サッカー選手ここに爪を持って、あ、本当ですか、はい、レガースとか爪守るのは、はいはい、カーボン素材のレガースを使わさせてもらってるんですよ、軽いです、そうです、軽いし、強いんで、何回も僕ね、そのレガースに助けられた場面があるんでそうな、なんかもう急に巨人新品感が湧いてきちゃったもん、これは、はい、すごいな、でもう一つ特徴なんですけど、はい、ここですね、すごく目を引く、うん、レアフェンダーっていう場所になって、はい、ここがものすごく張り出してるのが分かりますか、ね、はい、確かに、はい、張り出してる、こういったデザインが多くのすごく珍しくてですね、はい、でこちらがお名前ですね、はい、クワトロマッスルっていう、クワトロマッスル、そうなんです、うんうん、なので、まあ、人間でいう筋肉ですね、はい、なのでもお車の後ろの方なので足ですね、はい、なので大谷サッカー選手ですので、はい、そのサッカー選手のこう、なるほど、足をゴツゴツ連想させるような、なるほど、はい、うまい、例えが例えがうまいんですよ、躍動感があるのを演出してるんですよ、なるほどね、はい、お馬さんで言ったら講師のお尻のこのピッとしたような感じってことですね、そうですね、確かにこの後ろがこうなんていうんですかね、ごついと迫力も、はい、当時見たよね、そうそう、迫力も増してくるような、見た時もだよね、そうですね、あ、確かに、これ運転席に座って、はい、ドアミラーとかを見た時に、はい、ここがすごくせり出してるのが見えるんですよ、なるほど、それがまたすごくかっこよくて、たまんないですね、たまんないね、いやー、これはかっこいい、ちょっとホイールとかもなんかおしゃれな、ね、じゃあ21インチのホイール、21インチ、ね、タイヤ、
タイヤが大きいっていうのはまたね、はい、やっぱり見栄えも良くなるんですよね。そうなんですよね。しびれますもんね。こちらもご紹介なんですが、あのそうやってキャリパーも赤色になるので、マジでかっこいいですよね。スポーティー感も演出してるかなというところです。キャリパー赤はね、はい、ちょっと一周、ね、はい、一周回ってもいいですか。お願いします。いやこれはすごいぞ、教授。うわ、このモニターから見た時のあの後ろがいいっすわ。うわ、いいとこ、また教授くん、ほんまやねほんまやで、教授すごいね。やばいっすね、これ、はい、ちょっとこれはすごい。真ん中がキュッてなった。ちょっとカッコつけて見てもらっていいですか。傷は絶対つけちゃダメなんです。こう、手の、いや、なんか絶対つけたかも。あ、こんな感じで。あ、お似合いです。似合ってますか。似合ってます。けど、マジですか。はい、モニキいける。あらら、これはもう教授購入の方で、はい、もう前向きに。いやー、RS イプロン GT、 マジでこの後ろからのフォルムもむちゃくちゃかっこいいです。アウディは本当に後ろからのもこだわってまして、うんうん、で最近ちょっとこういったあのブレーキランプこう全部繋がってるようなデザインがアウディ主流になってきてるんですが、これ夜間ですね、例えば、まあ、後ろから見た時にここだけがこう輝かなって見えるわけです。なるほど。めちゃくちゃかっこいいんですよ。で最近こうちょっとこれライトがですね、途切れ途切れになってるデザインになってるんですけど、うん、こういうのもちょっと今新しくてですね、すごく近未来的な印象を持っていただけるのと、あとここ逆のくの字になっているんですが、はいはい、でこれがあの幅広感を全て演出してるんですよ。はい、実際の幅よりも広く見えるので、よりこうどっしりしたような、あの印象を持っていただけるかなと。なるほど。今のアンディめっちゃかっこいいですよね。 A7 とか今これですよね。あ、そうですね、つながってますね。教授やっぱ車好きなだけあっていろいろと知ってますね。お詳しいですよね。ねえ、そうですよね。すごい。好きなんですよね。うん。実は。そうだよ。これ今日運転できるんですか。もちろんです。え、はい。ご紹介しただけあります。マジっすか。はい、やば。それは光栄っす。これも光栄です。マジで見たことないですよ。これやばいね。ちょっと。RS っていうのはレーシングスポーツ。略なので、まあ、それだけよく走る車っていうことなんですね。なるほど。すごいね、キャップが。電気自動車から。そうなんですよ。近未来で走るんですけど、よく走るっていう。すごいな。はい、それレーダーがちょっと目指してください。はい。教授君、助手席じゃあ、佐藤。はい。もう一回、下に、もう十回。あ、気づいていただけましたか。ほんまやね。え、じゃあ、もうね、ここ。あ、ここね。そこに。すごい。ほんまや。これはたまらんね。これはやばいっすわ。うわ、ほんとや。これはエグいわ。俺、こういうのマジで好きなんや。わかる。こういうのいいっすよね。これいいね。乗るたびにテンションが上がる。確かにこれは。これはやっぱ、この僕らの気持ちをね。すごいやん。すごい。いやー、これはすごい。ちょっと乗らせてもらっていいですか。うわ、すごい。うわ、僕後ろから。なんかレーサーのドライバーになった気分が、はい、すごい。めっちゃシート包み込まれるような感じが、はい、そうなんです。ホールド感がすごく強いシートなんですけど、はい、うん、しっかり理由があって、はい、あの電気自動車はですね、はい、踏んだ瞬間にこう最大トルクでプーンってこう走れる車なんですよ、はい、なのでこう後ろに行かないようにこうしっかりシートが守ってくれるっていうことです。すげえ。また今日シートベルトも赤い、ね、おしゃれな、はい、こちらもいいね、この赤がいいね、はい、また人気のオプションになってます。あ、赤がいいわ。最高や。かっこいいですね。マジでめちゃくちゃかっこいい。ちょっとご説明させていただいたカーボンをまた室内にも至るところに使用してる。そういうところですね。本当や。カーボンなんかいいですね。本当に高級な感じをさらに引き立ててくれて。
おしゃれやし。これえぐいっすね。すごいね、教授、これは。これちょっとやばいっすね。ブレーキを踏んでいただいて、で、あちらの丸い部分ですね。はい、押していただいたら。いいですか？いいですよ。え？もうかかってる状態。なるほど。え？ここの前にめちゃくちゃ静か、はい、レディーって書いてますよね、はい、はい、これでもうスタンバイ状態なんです、ね、もう走れますよっていう状態なんです。なるほど、はい、いちかっこいいな。え、本当今かかった？今日今エンジンかかった？今森くんミスったんかも。俺もミスって、えっと思って、俺必死にブレーキだけ踏んでたよ。ちょっと気まずい空気でしたもんね今。すごー、はい、で、あのアウディの特徴として、はい、ここがバーチャルコックピットといって、うん、全て液晶になってるんですね、うんうんうん、なので例えばなんですが、ここの矢印を操作すると、はい、こういったナビの画面を、うわーすごい、はい、これはたまらんね。このね、もう横にさ、助手席教授も嬉しいけど、女の子なんか乗っけて動画わね、いい。じゃあ今日ドバ走る？臨時リアスタジアム行っちゃう？愛媛FCの試合今日じゃないってね。バーンって。これで臨時リアスタジアム入ったら選手もびっくりやな、教授。びっくりっすよ。これは。ねえ。え、ぜひこれでちょっといろんな多くのサポーターの方、臨時リアスタジアムで応援に来てもらいたいな。ほら。これがいっぱいあってもびっくりするんだけど、どんな集団やっていうね。俺らの立場なくなっちゃう。確かに、まあ、森さん、運転していいらしいですよ。いいんですか？はい、私乗車になります。ちょっと運転させていただきたいです。ご案内させていただきますね。どうですか？これはやばいでしょ。やばいっすよ。ちょっとダースベイダーみたいな音してる。聞いたことない音、ね、聞いたことない音する。うわかっこいいな。お前あれわかんないな。あれですよね。行ってきます。こいこれはちょっとやばいんじゃないですか。これやばいね。いやでもなんか森くんマジで様になってる。いやーすごいっすわこれは。これ時速最高何キロ出るんですか？250キロ。バケモンだ。とんでもないね。これはすごいね。これ止めるときはこれボタン押して、あ、で止まってくださいって口で言って。止まってください、よろしくお願いします。うん、止まった。すごい。できた。できた。止まった。オッケー。でも何でもお願い事で、ね。お願いはやっぱ口に出した方がいい。やばい、鬼かっこいい。行きますか。うーわ。ああなんかすごいね、ずしっとくるよね。これで高速道路とか走ったらねえ、ものすごく気持ちいい。あ、今教授シートベルト分かった。何今何今の。これはもう勝手に月岡さんあれですか、はい、その始めると、うん、緩みをなくすために。なるほど、はい、締め付けてくれるとちょうどいいところで。あ、教授も似合うねやっぱり。うん、これちょっとやばい、いいよね。すごいんですよ。似合いますわ。なんかハンドルもさ、操縦性しやすいね。めっちゃいい。いいよね。思ってるより軽かった。うん、教授入れてもらえる？え、もうちょっと待って、俺入れようか。はい、よし、俺入れさせて、はい、ホイールやばっ。このサイドミラーからせり出してる後ろのボディボデーですか？ボデーボデー、これはたまらん迫力。この後ろのボデーをボディを見ながら、これお酒飲めますね、月岡さん。あ、そうなんです。完全に飲酒運転。本当は飲酒運転でした。それはダメです。
もう止まってすごい。このモニターもめちゃくちゃ見やすいですね。めっちゃ綺麗ですね。はい、あの右下の、はい、あの矢印が下向いてるところ、はいはい、はい、あ、こう押すんですか。はい、その左、そこですね、そこですね。おお、カメラのアングルをいろいろ変えられるんですよ。なるほど。いろいろ押してみてください。いいですか。はい。これどこに行く巨人。このこの。お、はい。今これ広角になってます。なるほど。でそちらはタイヤの位置を教えてくれます。前輪と後輪、ね。すっごい、はいはいはい。これはもう前。そうです。お、はい、これは後輪。そうですね、後輪。お。なんか変な人の手が映ってる。本当。わ、すーごい。でそこの一番右の 3D を押していただくと、もう今ぐるぐる回ってもらっていいですか、指で。すごい。これはもう車の周りを確認できる。やば。これはやばい。もう未来だ。これは。これはなんちゅう世界だ。すげえ。あーやばいな。これやばいね。やばい。これはもう乗ったらダメっすわ。欲しくなりますわこれ。これはこれはすごい。かっこよすぎる。後ろもちょっと乗らせてもらっていいですか。はい、どうぞ。僕じゃあちょっと前乗らせてもらっていいですか。はい、どうぞ。一応5人乗りにはなるんですよ。もう4人乗り、あ、真ん中はなし。4人乗り。これなら森さん、僕運転手しますわ。してくれるんですか。はい、したいですもんね。これなら運転手、はい、よろしかったらこちらボタンを押してもらっていいですか。丸いボタンですね。こちらのこれですか。はい、はい、これで切れるんですけど、はい、切れた時にこういうアウディのなるほど。すごい。かっこいい。これはそのアウディの他の車種でもなる車は限られております。乗る時もテンション上がるし、車から降りる時もテンション上がるね。すごいな。これやばいな。超高級車なだけ。あるね。ほんまやね。あ、これゴルフバッグとかも入る。ヒロさんには、はい、斜めにねっていう感じではありますね。そうです。これたまらんね、教授。やばいっすね。これは欲しいね。久しぶりに車で衝撃を。教授くん行きましょうよ。じゃあまあちょっと見積もりじゃ行きますか。はい、見積もり。どうぞ。こちらカタログになります。ありがとうございます。はい、これちょっと、月子さん、はい、イートロン GT の、はい、RS、はい、お値段どれぐらいなんですかね。はい、かしこまりました。こちらにお見積もりご用意してますので、はい、ご覧になってください。まさか100万円とかじゃないですよ。あー、それだったら僕もお買い物。ちょっと待って。今日にこれ俺らいつから転げ落ちないとこうやってクーっていう。滑り落ちるな感じ。これやばいな。見たことない値段。え、これ、はい、数えられるかな。今日難しいな。1、10、100、1000万、10万、100万、20000万。もうやばい。急に頭痛してきました。つけ方なんか、はい、なんか予算ないですね。これは予算組んでましたからね。予算ちょうど、まあ、だから160ちょっとはみ出ましたけどね。うん、予算ないですね。予算ないの。誘ってん。これ誘ってんじゃん TV。予算ないですね。何年かかる？本当。盛り上げる団誘ってんじゃん TV 100年ぐらい続けない。100年続けても。そうやね。厳しいですね。これはちょっと。教授くん。買いますか。
急に。あ、企画よく理解されてますね。企画、それはもう一応ね、そのぐらい価値がある。確かに。いやいや、もう、ね、まさに、まさに、そうなんです。それはそうっす。もう、乗って納得ね、この金額でもう納得な。うん、それぐらい、もう本当にお金がね、あるんやったら、今すぐにでも、買いたいぐらいの。ちょっと注文書を。ちょっとまだ座っていてください。まだ。急にさっき頭だけやっても腹も痛くなったけど。お返事いただいたのかな。すごい。まあ一応じゃあ聞きますよ。はい。森脇選手。はい。RS。イートロン。GT。買いますか？買いませんか？買い。買えません。これは初めて聞いた。その買いたい、買いません。買えません。買えません。もう土俵に森脇は立ちません。もうその買いますか買いませんかの以前にもうまず失礼だなというのを感じましたよ。まあ、夢見るのはね。そう、まあね、いいですからね。あるよね。こんなね、品がない、はい、あの森脇亮太がもうここのお店に来てね、まず話を聞くなんておこがましかったなと。やり直すと。やり直さないと。やり直すと。本当に。今日さ終わった後に、はい、だいぶあの社員の皆さんとあの文句を言うんじゃないですか。森脇あいつは連れてくるわけじゃなかったと。いえいえ、ミスったぞと。まあ、1年後に買うって言ってたよっていう。そうですね。けど僕目標立てます。1年後に、はい、あの変えるように、はい、ちょっと愛媛 FC で、はい、あの結果を残してぜひチームをちょっとね今日一緒にね、はい、J2 に、はい、あの昇格させて、はい、であの森脇亮太の個人チャンネル YouTube チャンネルでもね爆発的にこう視聴回数を伸ばしてちょっとこのこちらの方、うん、RS イトロン GT をね購入できるように頑張らさせてもらいます。わかりました。はい。実に上がりましたらあの、はい、お会いしに行きますので。そうですね。はい、注文書を持って。毎日電話してください。毎日電話してください。ちょっと都合がつかないですね。あれ電話出ておかしいな。森脇選手おかしいな。ちょっとぜひまたよろしくお願いします。今日こちらの機会を。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな。なんですけど。はい。森脇さん。はい。なるほど。クズナ選手、王子が愛媛の王子、愛媛の王子が一番人気選手でもあるクズナ教授選手が、なんと僕今日聞きましたよ。なんかね教授があのちょっといろいろ検討してる車もあるということで、なんかその車をねぜひちょっと、そう見たいね、拝見させてもらいたいということで、はい、教授その車の車種っていうの、いいのかな、まあ、Q3 オートバックですよね。ああなるほど。そちらの方も月岡さん、はい、あのお見せしていただくことはご準備しております。おお、すごいサービスがもう本当にすごいね教授、これはめっちゃ楽しみやったんですけどね。言ってたもんねずっとね、はい、もう今日も帰る時もね、はい、ルンルンだって、ねはい、いやちょっと早速見せてもらいますか。いいですか、はい、すみません、ちょっとお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、